洋川直将は、大阪府大阪市出身のプロ野球選手。宇都右内。阪神タイガース所属。愛称は、ゴリラ。小学2年時に、関目東ライオンズで三塁手として、野球を始める。大阪市立すみれ中学校時代には、公式チームの、大阪と島ボーイズで、投手兼三塁手を務めた。一学年上に浅村坂江がいる。 混合大阪高校への進学後は、1年夏に、背番号15でベンチ入り。2年春から、遊撃のレギュラーを確保すると、3年生の春に、第81回選抜高等学校野球大会へ、出場した。東京農業大学時代高校通算で36、本塁打を放つほどの長打力が評価されて、2009年の、 NPB 育成ドラフト会議では、読売ジャイアンツから3巡目で指名されたが、日川は、入団を誇示した上で、東京農業大学に進学した。大学では、1年生の春から、東都大学野球2部のリーグ戦に出場。主に三塁を守るとともに、リーグ戦通算で109安打、23本塁打、51打点を記録した。 2013年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから3巡目で指名。球団を問わず、4巡目以下の順位で指名された、場合には、社会人野球へ進むことを事前に表明していたが、契約金5500万円、年俸840万円という条件で、阪神に入団した。背番号は55。2014年春季キャンプ前の1月に、 内科的疾患で入院、同年シーズンは2軍での生活に終始した。ウエスタンリーグの公式戦には98試合に出場。打率241、6本塁打、38打点を記録する一方で3塁の守備で12失策を喫した。シーズン終了後の周期キャンプでは当時の監督、和田豊か,から MVP に選定された。 2015年には、肖像類子候補の一人として、沖縄での春季一軍キャンプに参加したが、一類種として、スタメンに起用された、サムスン・ライオンズとの練習試合一回表の、守備中に、ダイビングキャッチによるゴロの補給で左肩をあだっきゅう。幹部のリハビリに、およそ3ヶ月を要した。6月中旬から実戦に復帰すると、フレッシュオールスターゲームでは、 ウエスタンリーグ選抜のメンバーに初めて選出。同リーグの公式戦では54試合の出場で打率。213、3本塁打、16打点を記録した。シーズン終了後には NPB 選抜チームの一員として台湾でのウィンターリーグに参加。チーム事情で二塁手や遊撃手として起用されながら17試合の出場で打率。 345、20安打、13打点という好成績を残した。同年10月に就任した金本智明より、今後が期待できる若手選手の一人に挙げられた。2016年には、前年に続いて沖縄での春季一軍キャンプに参加し、従来の一類、三類に加えて、外野の守備にも挑戦した。その後、一旦一軍を離れ、 迎えた3月15日開幕のウアスタンリーグ公式戦では開幕戦から2試合連続本塁打を記録。18試合終了時点で4番打者として全試合にスタメンで出場すると5本塁打、18打点、打率。347という好成績で3.4月度のリーグ月間 MVP を受賞した。 4月15日の対中日ドラゴンズ戦5回裏の三塁守備で公式戦に初めて登場すると7回表の初打席で初安打を記録。一軍公式戦でのスタメンデビュー戦となった翌16日の対道カードは左翼手として出場した。同月29日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では初本塁打をバックスクリーン左へ放つと チームの勝利によって、同期入団の岩佐が祐太と共に、自身初のヒーローインタビューを経験した。公式戦全体では、三塁手や左翼手として、スタメンに随時起用されながら、29試合に出場。日本塁打、4打点、打率、167を記録した。ウワスタンリーグでは、球団史上初の打撃3冠を誕生。 射程圏内に収めるほど、4番打者として、シーズン終盤まで好調を維持。9月中旬に1軍へ復帰した関係で、打率は、首位打者と3分6輪6猛差の3位にとどまった、ものの、62打点で、打点王、14本塁打で、本塁打王のタイトルを、バーバロカニザレスと分け合った。2017年には、イア手への転向を視野に入れながら、 二軍監督の掛布正幸の方針で、春季キャンプを三年ぶりに二軍で過ごした。七月8日に、シーズン初の一軍昇格を果たすと、四試合の、代打起用で一安第一死球を記録したが、前半戦の終了を機に出場選手登録を抹消された。ウアスタンリーグ公式戦では、前年に続いて好調で、九月上旬には五試合連続で、 本塁打を放ち、5試合目の本塁打で、ファームにおけるシーズン23本塁打の、球団最多タイ記録を達成。翌10日から1軍へ復帰すると、同日の対 DN a 戦に、5番、一塁手として1年ぶりに、スタメニエ起用されたが、第1打席から3打席連続で三振をキスするなど、4打数無安打に終わった。9月18日の対広島東洋カープ戦では、 7回裏に、代打で公式戦のシーズン初本塁打を記録した。ウエスタンリーグ公式戦では21本塁打で、サビエル・バティスタと本塁打王を分け合い、通算91打点で、打点王のタイトルを獲得した。いずれも2年連続での獲得であったが、シーズン終了後の契約交渉では、推定年俸850万円という条件で、契約を公開。 交渉に同席した球団の担当者からは、2軍でのタイトルはもういらないから、2軍での打力を1軍で発揮してほしいとの注文がついた。2018年には、2年ぶりに、春季キャンプから1軍へ同行。オープン戦にも12試合へ出場したが、打率が、207にとどまるほど打撃が振るわず、開幕1軍入りを逃した。さらに、 新任の二軍監督、矢野洋大の方針から、ウエスタンリーグの公式戦では四番打者の座を、板山雄太郎に譲る試合が、相次いだ。しかし、一軍公式戦の開幕当初に四番打者を、任されていた、新外国人選手ウィリン・ロサリオの不審を背景に、6月4日付で、ロサリオに代わって一軍へ復帰。同日の対埼玉西部ライオンズ戦に、六番、 一塁種としてスタメンで起用されると一軍公式戦でのシーズン初本塁打を含むに安打で4打点を挙げた6月は一軍公式戦での月間打率が358に達するほど打撃が好調で7月1日の対東京ヤクルトスワローズ戦からは一時半身の公式戦第103代目の4番打者に起用同月下旬以降は 左翼手、右翼手としてのスタメン出場も経験しながら、シーズン終了まで一軍に帯同した。一軍公式戦には、自己最多の75試合へ出場し、4番打者以外にも、半数以上の試合でクリーンアップを任され、プロ入り後自己最高の打率25、252、6本塁打、48打点を記録した。シーズン中から、右肘の状態が思わしくなかったことから、 シーズン終了後の10月19日に右肘のクリーニング手術を受けた。2019年には前述した手術の影響で春季キャンプを2軍で過ごした。オープン戦の序盤に1軍へ合流したが打撃が振るわず中盤以降は2軍で再調整。4月20日の対巨人戦に7番一塁手としてスタメンで1軍に復帰すると4月24日の対 DNA 戦では、1軍公式戦でのシーズン初本塁打を9回表に、代打で記録した。9月29日の対中日戦でも、0から0で迎えた5回裏からの代打起用で、先制本塁打を記録。チームの勝利と、2年ぶりのクライマックスシリーズ進出に、貢献した。レギュラーシーズン全体では、左投手の先発が予告された試合で、スタメンに起用されるなど、 一軍公式戦28試合に出場。二本の代打本塁打を含むを三本塁打を放ったものの打率は自己最低の109打点はわずか4で得点圏で迎えた打席では7打数のオヒットと振るわなかった。CS でもスタメン起用の機会があったがシーズン終了後の11月22日には推定年俸1900万円という条件で 契約を公開した。2020年は2018年以来となる70試合以上の出場を果たし、9月に新型コロナウイルスに罹患して、離脱したものの長らく一軍に登録され10月に復帰してからは、伊藤義雄に代わって、右翼のスタメンとして出場する機会も増加し、本塁打は10月31日に放った自身初となる。 万類本塁打を含むキャリア杯を更新する八本を放った。同年オフは500万円増の2400万円でサイン。力強いスイングが持ち味の右打ちの長距離打者。大学時代に1年春から全試合でフルイニング出場を果たしたほど強い体の持ち主でもある。福岡ソフトバンクホークスに所属していたしも沖勇希とはいとこである。 レゲエシンガーの京都は大阪と島ボーイズ時代の選手とコーチの関係であり、現在も交流がある。一軍公式戦にて本塁打を打つことを条件にホームゲームで使用する登場曲用としてオリジナルの楽曲を書き下ろすことを約束しており、実際に2016年4月29日の横浜 DNA 戦で日川がプロ初本塁打を放ったことを受けて楽曲が 作成された。2017年シーズンより登場曲として使用している。半身入団後の2017年頃からはチームメイトにゴリラと呼ばれている。2018年のレギュラーシーズン序盤にはウエスタンリーグの公式戦で日川がアンダや本塁打を放つたびにチームメイトがゴリラポーズで日川を称えるパフォーマンスを披露するまでに発展。 6月に日川が一軍へ昇格してからは、ゴリラポーズが一軍のナインにも波及している。ありがとうございます。